どうもこんにちは、島根県議の原拓也です。これまでもいろんな企業とかですね、活動されていらっしゃる方を紹介したんですけども、今日はですねこちら予防コンディショニングスタジオ体コンサルティングということでですね、どんなことをしていらっしゃるのか私も実際に体験をしていきたいと思います。原拓、今日はですね体コンサルティングの海戸さんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体コンサルティングって どういうことをする？はい、海戸ではコンディショニングっていうサービスを提供してるんですけども、一般的なこう整体とはちょっと違って、理学療法士っていう国家資格もありまして、はいはい、その理学療法士の目線で体を分析して、関節筋肉の状態を整えて、で整えた上で整えた状態が元に戻っていかないように、体の動かし方とか理想的な筋肉の使い方っていうのを再獲得していけます。あ、なるほど。で人によって食事とか睡眠のサポートも行ってます。あ、なるほど、はい、理学療法士さんなんですね。はい、一応資格を持ってます。あ、じゃあいろんな体の仕組みの、まあ、プロということですね。はい、そうですね。動きの専門家っていう感じですね。あ、動きの専門、はい、なるほど。私もちょっと今年結構バタバタとしておりまして、はい、ちょっと忙しくしている関係もあってか、最近ちょっと疲れやすくてですね、まあ、人と会う機会も多かったり、車の乗り降りも多かったりですね、うん、まあ、いろんなことが関係してるんだと思うんですけど、ちょっと体の疲れやすさみたいなのをなんとかしたいな。原拓、じゃあまずカウンセリングからなんですね。はい、扱いやすいっていうことだったんですけども、はい、こういうのがまあなかなか欠かせない、手放せない感じですね、こういうの。なるほど、ね、ありがとうございます、いつも。はい、すみません。ちょっと簡単ですけども、はい、実際に体を見させていただきます。ありがとうございます。今日は本当はもっとね、長くやったんですけど、体験版ということで、ちょっと今日はあえて短めにお願いをしております。よろしくお願いします。じゃあ、姿勢は自分で気になるとかあったりしますか？ちょっと猫背気味になりがちな気がします。猫背気味っていう風に多分思われてるかもしれないんですけど、はい、背中は全然丸くなってなくて、ほうほうほう、すごいこう反ってる感じ。反っている。反っている。そうっす、逆に。逆に。あ、そうなんですか。肩甲骨と肩甲骨の間にこう谷ができてるような感じで。はい、知りました。ちょっと前屈してみてもらって。はい、硬いですか、これ。硬いです。硬いですか。硬いですか、やっぱり。そうですね。自分では全然わかんないですけど、それ触ってやっぱ分かっちゃうんですね。そうですね。めちゃくちゃ近いですね、これまた。近い。いや、めちゃくちゃリラックスできる。原拓。なんで山本さんは理学療法士さんになろうと思われたんですか。理学療法士になろうと思ったのはそんなに深い理由はなくてですね、はいはい、まあ、高校2年生の時に、はい、友達からこういう仕事があるっていうのを聞いて、それで、まあ、それまではずっと土木系の方に行こうと思ってたんですけど、でもそこで、まあ、こっちちょっとやってみたいなってちょっと興味が湧いて。例えば病院とか、はいはい、そういうとこでもいいわけじゃないですか。あ、そしてこう体コンサルティングっていうこう起業されたんですか。はい、そうですね、まあ、理学療法士開業権っていうのはないんですって、何かあくまで起業っていう形で今やってるんですけど、はい、その理学療法士の知識技術っていうのは医療とか介護の中でしか、はい、受けれないんですよね。はいはいはい、はい、その保険の体制的に、はいはい、今の医療保険のシステム。あ、そうですね、はい、でもそこまで悪くなっちゃう状態だとなかなかこう取り戻せるものも取り戻せなくなっちゃってる人が多くて、はい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 、でもっと予防的に理学療法士の知識技術を使って関わることができるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、だからまさに僕みたいなまだねそんな年もいってないけど、そうですね、まあ、働き世代のものとか、ああ今のうちから予防をするために整えるってことですね。はい、そうですね、これ大事ですね。あと産後ケアもなんか一緒に骨盤の、そうですね、骨盤周囲のケアだったりとか、はい、まあ、姿勢の修正だったりとか、あ、産後ケアも、まあ、予防ってできるだけ早いうちからがいいと思うんですけど、はいはいはい、だって子供の
時から、はい、予防的に体づくりだったりしてほしいなって思うんですけど、それをするには親がこう元気じゃないといけないというか、そうですね、まあ、子供は一人で、まあ、どっか行ったりとかまだできないので、はいはいはい、まあ、親御さんが連れて行ってくれるっていうことになると、はい、やっぱそのお母さん元気にしておかないと、はいはい、子供の予防にもつながっていかないなと思って。そういうことですか。お年を召した方というよりかは、こう若い方とか現役の方とかが多いかな、多いですか。でも年寄りの方でも、はい、こう何かこう続けたいことがあったり、あ、そうですね、山登りを続けたい方だが来てくださってたりとか、あ、まあ、ずっと畑仕事したいからっていうことで定期的に来てくださる方とかもいらっしゃいますね。あ、そうですか。いや、ちょっとまだまだやらないといけないことたくさんある。本当はですね、今日体験版ということで、そうですね、まあ、本当、まあ、一旦もなんかちょっとすっきりしたような気が。そうですね、はい、ちょっとこんな感じで、はい、こんな感じで、はい、先生ありがとうございました。今日は本当にこれ大事だなと思いました。この日々のケアですね、はい、まあ、ちょっと最後にまあ、僕はですね、こういう場で本当に今日やってみて大事だなと思ったんですけど、日々のケアっていうか、やっぱり人の体にとっても大切なんですか。大切ですね、うん、やっぱ人間どうしても何かを起こってからじゃないと行動しないとは思うんですけども、何か起こってからやろうと思うとこう辛い思いもしながらやんないといけないってなっちゃう、うん、治療ですもんね。でもそう辛い思いする前から何かこうしてもらい、楽しく体を動かしてもらいたいなと思うので、うん、不調があるなし関わらずに、まあ、ほんとちょっとした姿勢を整えたいっていうご相談だけでも気軽に相談してもらいたいなと思ってます。わ、はい、かりました、はい、今日は大変ありがとうございました、はい、貴重な体験をありがとうございました、はい、もし皆さんもよろしければお越しください。ありがとうございました。はい、お待ちしてます。はい、すいません。お疲れ様でした。本当にものの15分ぐらいだったんですけど、普段触ってもらえないこの肋骨とかですね、背骨をほぐしますとかですね、本当初めてだったんですけど、ものすごく体が軽くなったような気がします。皆さんもぜひ体の予防ですね、特に働き盛りの方、予防大事だと思いますので、こちらもあります、他のところもあるかもしれませんけど、体を大事にお仕事も頑張ってください。本当にありがとうございました。今日はお疲れ様でした。で、皆さん、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。